はい、皆さんこんばんは。それではデッドスペース続きをやっていきたいと思います。前回がね、ちょうどクリスマスの夜に収録になりまして、26日投稿でございましたけども、気がつけば本日は12月30日ですね。今年も残すところあと2日という感じになっております。あっという間ですね。さて、エレベーターに乗りたいんですが、エレベーターシャフトがありません。無重力空間で落っこっちゃってんだよね。なので、そいつを拾い上げに行きます。で、重たいものを運ぶときにこのガスボンベを撃ち抜くと、その推進力ですね、爆発の推進力で物が飛んでくれると。こいつを利用してこのでっかいシャフトを、引き上げたいと思います。道中にあるアイテムも広いですね。あれもかな。よいしょ。じゃあシャフトの下に入ってパワーノードかな、上を見上げるとガスボンベが1、2あります。こいつを撃ち抜いてやると、そうすると上がりますので、はい、上がってきました。はい、見事リンクしたので今度は向かいますと。で、火炎放射器前回買ったんですけど、この武器がですね、非常にこう使い勝手が難しいので買わない方がいいかもしれないですね。まあ多分使い方によっちゃうまい使い方があるのかもしれないですけど、ちょっと私には無理ですね。ちょっとこう割と近距離でがっつり炙らなきゃいけないので、至近距離での集団戦とかにはいいのかもしれないですけど、リッパーでいいような気がしない。でも、まあ、炎弱点とかいるかもしれないので、その時使えばいいかな。でもできれば買わない方がいいかもしれないですね。他にいい武器がいっぱいあるので。さて、それではエレベーターを動かしていきます。で、26日にね、埼玉スーパーアリーナでイベントやってきましたが、あれからですね、結構経ってるのに未だに喉がガラガラです。なんでやっていうふうに思うんですが、それはですね、昨日普通に、同級生と忘年会行ってきて、今朝明け方まではね、大騒ぎしてたので酒飲んで、今回もまた喉がちょっとおかしいです。でもまあね、イベントまでね、しばらくお酒控えてたんでね、久々のお酒だったので、もう本当浴びるほど飲んでおります。さあ、そしたらですね、エレベーターに、敵がこういうふうにくっついてきます。で、こいつらがちょっとね、意外と鬱陶しいので、で、360度っていうか、まあ後ろを突かれたりするので、そうするとそう、こういうふうに手伸ばしてきて叩かれるので、それに注意して撃退しつつ、だいぶ多分ね、空気の残量ですね、50ぐらいで終わるので、そこまで耐えます。そこまで耐えましょう。空気残留多分50ぐらいです。うぃ、移動しつつ、当たんなかったな。危ね危ね、普通に殴られた。狙いにくいな。よいしょ、ういっ、もうちょいですね。もうちょいで終わりです。もうちょい耐えましょう。さあ、OK。一発もらっちゃったかな。まあ、まあ、大したダメージじゃないので、よかろうと。よしとしましょう。
からぶん殴られるのが結構きついよね、あれね。さてと、ここはどうしようかな。これでいっか。この、このガスボンベがですね、キネシスと同じで、結構長い時間、ゆっくりなってくれるんですよ。例えばこんなゆっくり。なので、あれを壊さなくても、実はこういうふうに拾いに行けるってやつですね。まあ、壊しちゃいましたけど。こっちの方が多分強いんだよね。ナチュラルに自分で撃つキネシスよりも、このガスボンベキネシスの方が威力は高いというか、いいでしょうけど、まあ、ナチュラルに壊せばいいだけだとは思いますけどね。さあ、アイテム回収。この瞬間が一番気持ちいい。アイテム回収してる時が一番気持ちいいよ。さあリロード。まあその普通にアイテムが手に入るってことはなんか希望が湧いてくるよね。さあ、ハワード・フィリップスっていう人物の場所です。で、例えばここを行こうとすると、はい、ハワード・フィリップスじゃないとここは通れないってことです。なので、ハワード・フィリップスの死体を探しに行きます。まあ、その前にちょっとアイテム回収しましょう。パワーノードもありますね。で、ちょっとアイテムを、フォースガンが手に入るんで、フォースガンと、火炎放射器を入れ替えます。はい、購入いたしました。新しい武器は、フォースガンですね。これ、ショットガンみたいな感じで、衝撃波を撃つ。で、セカンダリで、ちょっと種のところにまたエネルギー波を撃つってやつです。割と強かったような気がするけど、あんまりでも威力が接近しないとそうでもなかったような気がしないでもないね。まあ、あったら使いましょう。では、そのハワード・フィリップスだっけ、火炎放射器の燃料の死体を見つけます。あ、ありましたね。ログ、これログか。では、こいつを、この死体をですね、スキャンさせます。ほらよ。まあよく寝れてますよこれ。よし、そしたら先へ進めるようになります。で、先へ進むのですけども、地味にね、こういう仕掛けを入れてくるんですよ。なんかいたっけ。地味にこういう罠を仕掛けてくるので、これはうまく避けていきましょうね。ジャベリンガンか、ホースガン、ジャベリンガンでいいか。引っかかった。奥まで飛んだね。ジャベリン来ましたね。あーっと、でもここはそうか。これでしょ、これでしょか。さあ、対人システム。で、吸い込まれるので、また閉じましょう。ヒュー、そして赤ちゃん軍。まだいたかな。終わったか、
終わったか油断すると死ぬぞ。大丈夫か。で、フォースガンの弾か、これ。もらっときましょう。で、ステージ1も回復できると。いいね、アイテム。アイテム助かる。ありがとう、ブログだ。じゃあ、昇降エレベーターの、回線をつなげますと。どこだ？で、そのままなわけがない。やれてねえかなこれ。うわあ、おう、しょわ、あ、行っちゃった。やりきったかな。フォースガン使ってもよかったな。でもジャベリンが今余ってるかな。まだいる感じの音するね。よかったっけ。痛いような気がする。まあいいや、上がっちゃいましょう。やりきれないか。いや、まだいるはず。フォースガンのセカンダリ攻撃、ちょっと離れた位置にショットガンの衝撃波を与えるみたいな感じですね。さあ、ベンチで、通常のハンドガンの武器か、どうしようかな。プラズマカッターを上げきっちゃった方が良さそうですね。ダメージリロード、ダメージリロード、リロードよりか相談数、相談っす、相談っす。変わったテンションでございますが、よし。さあ、続いて続いてどんどん行きましょう。まだまだ時間ありますからね。橋を倒して、邪魔してくるハゲが、やっぱり邪魔してくるので、これね、すげえ罠なの。あれ、どこだっけ。あれか。いや、なんかでかいもん当てた方がいいな。わあ、アイテムだーって走っていくと、今のピピピピにと当たります。ちょっとびっくりしましたね。いたっけ、したっけ。よし、よし。ではどんどん先進んでいきましょう。どうだったかな。あー、はいはいはい、フォースガン行ってみようか。フォースガンをボン。あんまりだな、やれてねえし。やっぱ微妙ですね。使い方がよくわかんねえな。至近距離で当てたけどあんまり、でもセカンダリの方が強いのかもしれんね。
さあ、ちょっと色が見にくいんですが、ここでも、青で止めます。青で止めて、空気を供給します。ここですね。まあ、走ってくるやつね、ひょっこりのやつは、動きが遅くなるとそんなに怖い敵じゃないですからね。しっかり、セカンダルで吹っ飛ばした方が、良さそうですね。はーい。システムを止められてしまいました。よってここから出れなくなっちゃったんですけども、まあ一応技術屋ですから、自力で何とかしたいと思います。ね、この辺は得意分野ですからね。ついつい戦闘狂だと思われがちですけど、本職は技術屋さんですから、ね、エンジニアです。Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan Station Civic Code. Replace all panels and back away from the fuse board. 一発目見えなかった今ね。そしたら、これの順番ですね。通りにここに、ここでね、はめ込んでいきます。例えばこれは、このマークは左下。にぶち込む。このマークは、左上にぶち込む。これ初めてやった時、俺偶然成功しちゃったんですけど、ちゃんと順番あります。で、残ったところに刺すと、はい、1段階解除できます。まず1段階目。よいしょ。さあ出ました。ゲーム実況をですね、まあ、もう始めて9年でございます。で、今回のこれはね、プリズムゲームなんで、余計そのプレイと喋りっていう部分はある程度、まあ、私はあまり多くは喋りませんけど、まあ、両立はしているんですが、その昨日動画を上げたですね、娘とね、9歳の娘と実況動画やってみたんですけども、意外と自分では忘れてるんですがね、ゲームをプレイすると喋ることって割とできないというか、ゲームに集中してしまって全然言葉を発しなくなってしまうと、あるあるなんですね、本当はね。意外と難しいのかもしれない。でも別になくてもいい技術ですからね。しゃ、技術とは言わないか。まあ言われてみれば、私も本当の初期の初期は、プレイに夢中で喋れませんでしたけどね。いや、今でも難しい時は黙っちゃいますけど、なんだろうね、動かしてると喋れなくなっちゃう。リアクションが淡白みたいなやつですね。そういった意味では複数実況ってのは向いてるかもしれない。やりやすいんですよね。さあ、敵が湧いております。ちょっとホースガンやってみっか。いまいち威力がな。セカンダリをぶち込んでみるか。なかなかこう、リアクションって言いましょうか、こういう時に間をつなぐトークっていうかね、トークなんていらないんですよ、本当に喋れないですよ、私もね。沈黙を恐れてしまう。まあ、弱いですね。ホースガンやっぱ弱いですね。弱いっていうか、相手を
吹っ飛ばす。あ、行っちゃった。吹っ飛ばす武器って感じですね。下へ落っこっちゃった。あ、あるか。まあ、安定の爪破壊が一番楽か。はい、まあでも接近戦には強いって感じか。はい、シャットダウン完了です。何を言うとる。オフライン。電池の切れかかった子供のおもちゃほど怖いもんないですね。小さい子もみんな大好きなポッポちゃんっていうおもちゃがあるんですよ。I have to realign them manually. How strong? See for yourself. No, I'm not ready for the needle again. You have to let me out. I can't breathe. Strauss, what's wrong? Ellie, you've been waiting for me. だいぶ狂ってますね。で、そのポッポちゃんがね。電池が引っかかると喋るんですよ。ボタンが3つあって、僕ポッポちゃんって、君かわいいね、お名前はみたいな感じのちょっと誘拐っぽい感じのこと喋るんですけど、電池が切れかかったポッポちゃんの恐ろしさたる、僕ポッポちゃん君かわいいねって怖いですよね。大体子供のおもちゃっていつも電池切れるからね。うるせえな、パツ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 、うるせえぞ。電池切れかけ、やったか、やってない。あれか、あれはとったかな。あらかた、おおむね成功か。あれ、避けた。箱が俺の攻撃を受けた。あー、走ってんね、走ってんね、あれ。どうすっか。何がいいか。武器としては。パルスでしょ。これかな。これでいこう。ジャベリンガンでいこう。ファイッシャー、まだいる。セカンドに入った。まだいるよ。はい、もう一発、もう一発、まだいたか。やったか。まだいたかな。大丈夫そうですね。全然大丈夫じゃないですね。外した。中央疲れるとこだった。うん、おおむね成功かな。ということで鳥の声がする。じゃあ、この先ですね、
また違うエリアに行くんですが、時間もいいところなので今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。